こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、コメント読んでみた山本栄三郎さんからのコメントに返信させていただきます。このね、動画のネタになったのはグローバリズムの生み出した影という動画だったんですけども、まあ要するにね、私たちは経済発展の裏でいろいろと置き去りにしたものがあるよっていうことをね、話しさせていただいたんですけども、そこにいただいたコメントです。概要欄に元動画をつけておきますので参考にしていただければと思います。こういうふうにね、メッセージいただきました。現地では資金が不足しているので海外からの投資は基本歓迎されます。これはね、例えばアフリカっていう国が、まあ、なかなかお金とか、ね、技術がないので外国資本に頼らざるを得ないってことですよね。ですから外国資本からの投資っていうのは歓迎されるよってことなんですよね。で、こういうふうに書いてますね。問題は投資先の国の法律ですということですね。そこで外国人が土地を買う時の条件や労働環境を法整備しているかですけども、ここが問題でね、まあ、どこの国と特定はちょっとしづらいんですけども、まあ、基本的にアフリカ発展途上国の国っていうのは官僚がね、汚職まみれで、外国からの投資を受け入れるときに、まあ、大体投資金額の一部をね、その官僚がちょっとポケットに入れちゃって、で私腹を肥やしているっていう構図があるんですよね。で、自国民に対しては非常に過酷な労働を強いて利権を自分がね、吸い上げているということなんですよね。でまた現地では雇用が発生し、現地に支払われた賃金やその国の経済を潤しますと書いてますけど、ここが問題なんです。ほとんど潤してないんですよね。現地の人が豊かになると思ったらあんまり豊かにならないんですよ。現地の人はだからもう本当にね、相変わらずただ同然で使われていて、そこを所管するね、官僚とかそれから権力者がどんどん潤ってるっていう図があるんですよ。もちろんそういう構図の先に国民が徐々にね、トリクルダウンしていくっていうのはあるんですけども、労働者の方にもうちょっとね、待遇とか安全面での改善をしてもいいんではないかなと思うのは、まあ、私だけではないと思うんですよね。はい、続きです。ただ中国がアフリカなどの発展途上国に投資するときは労働力も中国から連れていきます。これでは現地の人たちには何のメリットもありません。はい、ここは問題ですよね。それから現地の人を使うときでもやっぱりね、その例えば今回あったのがタンザニアですけども、タンザニアってところに港を作ったんですよ。その港を中国資本で作ったんだけども、その港の使用権を中国に99年間、もう渡せというふうな契約のもとに作ったんですよね。これひどい話ですよね。現地の人を使って、はい、港作りました、でも使用権は中国にあるんで99年間、だからこうね、現地の人が使いたかったら使用権くださいねってことなんで、結局搾取の構造になってるんですよ。ちなみにタンザニアはこの契約に気づいた時に中国から借りた1兆円をもう返さないっていう風なね強い姿勢を取ったと。それで諸外国、周りの国もそれに続いたということなんですけどもね、まあ、こういう風なね、むちゃくちゃな契約にはね、むちゃくちゃな対応をしていただきたいなと思うところもありますね。まあ、本当にね、こんな無茶な契約を守る必要はないですからね。ハン・バン・トタ・コっていうのもね、同じようなことが起きてますけどね、ちょっとハン、って読みにくいんですけど、ハン・バン・トタ港ですね。こちらの方もちょっと調べてみていかがでしょうかということでございます。はい、で最近では怒りがたまった現地の人が流入してきた外国人労働者を求めて暴動殺人事件も発生していますということなんですけども、これはね、これはまた別の問題ですね。これこういうことはしない方がいいと思いますね。まあ言ってもね、お気持ちも分かりますけどね。まあ何と言いますか、中国人労働者も純粋に働きに来てる人なんですよね。別にその利権をむさぼったりしてるわけではないんですよ。だから中国人労働者に対して怒りをぶつけるのはちょっとこう筋違いでもあるし、まさにね、そういう風な中国人労働者を防波堤にして権力者っていうのはぬくぬくと生き残る構図がありますので、できれば中国人労働者の方と結託してですね、そういった権力者に立ち向かっていく、ストを起こすっていう行動が、一つの方法としてあるんではないかなと思いますけども、文章戻りますね。これには一時的には現地の法律、政治の問題ですとありますよね。まあ、こう書いてしまうと私たちがやることがなくなってしまうんですが、まあ本当にできることって限られてるのかもしれません。はい、ありがとうございます。続きです。ところが主にアフリカなどの低開発国では独裁者が多く、彼らは中国から賄賂をもらい自国民に対する配慮がありません。そうなんですよ。この通りなんですよ。私がお話してきたことがこの言葉に集約されてますね。山本さん、ありがとうございます。でこれが現地人と中国人の摩擦をさらに助長しています。そうなんですよ、これもなんですよ。だから中国人労働者はやっぱりね、ピンハネされて仕事を斡旋されて来てるだけなんで、中国人労働者もやっぱり被害者といえば被害者なんですよね。だここに中国人労働者一般階層と支配階級の間の溝っていうのがあるわけなんですよね。
で、中国の臓器売買のことを知っていますかということですけども、中国人の臓器売買のことについてきましては、もうね30年以上前から問題になっています。こちらの方にですね、闇の子供たちっていう江口洋介さんが主演をしているこうプログラムがあります。 DVD がね、これ今入手困難だと思いますけども、ここにほとんど現実が出てるんではないかなと思いますよね。中国の臓器売買のこと知ってますか、ウイグルの人も中国人です、彼ら中国人がこの21世紀にどれだけ恐ろしいことをしているか調べてみてくださいということなんで、私のね見識不足をここで叱られてますね。山本栄三さんのね動画を見に行ったんですけど、一本もないんで、山本さんみたいな方がね情報発信されることがすごく大事だと思うんですよ。私なんてね無知なものがねいくら喋ったところであんまり影響しないんですよね。山本さんかなりのね意識を持ってると思いますんで、ぜひね情報発信の方をしてみてほしいなと思います。最後にこういうふうに締められております。奴隷労働どころの話ではないですよ。ここまで危機意識とか問題意識を持っている方がやっぱり黙っているってことがね、私はねすごくもったいないことだと思うんですよ。まだ世の中ね情報発信者が少なすぎるんですよ。店舗とか会社とかに行ってもうね給料の少ない中で一生懸命働く、それもね美しい姿だと思いますけども、今ねそっちの労働力っていうのはねすごく溢れてるんですよ。労働過多なんですよね。だからダンピングが行われて労働力の賃金っていうのはどんどん下げられてるわけなんですよ。でも情報発信に関しましてはどんどん、ね、賃金が上がってますからね、フィーが。でそれは世の中が情報発信によって価値を得るってことが分かってきたからなんですよ。これがまさに情報革命であって、まだまだねこういった真実の情報を述べる方が少ない、真実の情報を知りたがっている方はいっぱいいるのに、世の中には真実が全然ね流れてこない情報として、ですんでね山本さんにも情報発信をね、せっかく YouTube のアカウントあるわけですからすることをお勧めします。もう全然足りてないんですよ。山本さんみたいな方がどんどんね、私よりも見識深いと思いますので、こういうふうなね中国臓器売買のこと知ってますかとかね、ウイグル人のことは中国人ですよとかってね突きつけるわけですから、このぐらいの問題意識のある方が動画を発信しなくてどうするんだと思いますけども、やっていただければ幸いでございます。それでは失礼します。